松崎神社は、千葉県、香取郡多古町にある神社。旧社格は合社。丘の御玉の命、ににぎい命、大宮姫の命を主催神とする。宝紀三年の創建で、五国及び、株音曲の神々として、古くから人々の信仰を集めている。延暦十六年に、征夷大将軍に任じられた、坂の上の田村麻呂が、江戸政党の途中に参拝し、 鏡一面及び、蘇屋を剣持木つず一個奉納した。鏡と、蘇屋は、その後陛下によって失われたが、木つは、現在社宝として保存されている。また公認年間には、諸国安家の総空会が参拝、携えてきた胃蝶の杖を、上下逆さまに地中に刺し、後世まで繁盛せよと念じて立ち去ったという伝説があり、社殿前には、周囲約6メートルの古木、 空海の逆さ一丁がある。平忠恒の乱で陛下にかかり、研究2年に再興され、9号を坂東稲荷本宮と称したが、北条氏や里見氏などの武将の尊敬が厚く、徳川家康も、主因地30国を寄進した。現在の本殿は万次元年、中殿及び拝殿は、法暦6年の改築である。明治2年、松崎神社と会合し、明治6年号社に列した。 ありがとうございます。